今回は竹笛の指穴の位置ということで、えー、もう去年の2月になるんですねあの伝統調律の尺八の指穴の位置というのをやっております。それであの竹笛はまあちょうど1年前ぐらいから作ったりしてあの少し違うんですね。あのなんかちょっと違うなというか <laughs>。 それはやはりあのえっ、ー、とですね、竹笛の場合こう肉厚がないというか薄いんですね。こ、えー、まあまあこれ普段吹いてるやつですけどあのあのいわゆる尺八に比べるとこの肉厚がこう薄いもんですから穴があの穴が深くないんですよね。 それでやややそれであのまあいろいろ試行錯誤と言いますかそれでまあこのくらいかなという数値をえとまとめてみました。えー、まあこんな感じでえっとこのこのなんて言いますかねこれ,これはあのやはり伝統調理中 の尺八の指輪の指位置ということで以前出したあの表にえ竹笛というのを加えたものなんですね。でそのこの説明しますと,えとプラス0.2とかなんか書いてあるでしょうプラス0.1とかこれは何に対してプラスかというと区半割りなんですね。半割の数値 に対して、えー、やや補正をするとそれで、えっと、前の,あの今ここで言うと「渡辺補正」と書いてあるこれがあの伝統調律私なりの伝統調律の指輪の位置なんですね。それであの以前紹介したのに比べて、えっと、2項だけねちょっと下げたんですね、えー。前は2項もプラス5にしてたんですけど。 えー、ちょい下げました。それでくしくもあの <laughs> 林さんのデータと同じ位置になってます。えー、まあ、こんな感じなんですけど、あの竹笛の場合はですね。あのー。その以前のその尺八に比べて。えっ、ー、と、ちょっと下げてるあるんですね。あのー、12五は、えー。そこまで上げないと。これ上げますとね、なんか。 どっっちかというとう高めにいってしまうんですねそれでうん1項はプラス0.2とで2項はプラス0.1なんですねそれからあの、えー、4項はねちょっと高めにいっちゃうんでマイナス0.25、えー、項が、えー、少し高くしたいというんで、えー、プラス0.2と。 まあこれは区半に対してこういうういい補正をしたいうこととここなんですねこれで大体まあ私が狙う感じだとまあいい感じにいくかなっていう感じなんですだからあのまたご自分でお作りになって自分ではもうちょっとこうこの穴の位置はこうするとかそれはあの工夫されるのがいいかと思います。えー、っとですね。うん それでこの結果なんですけどあの、えー、そうですね大体やっぱりあのいわゆる2 1個けたたいものが少しし低めにしたんですねやはりあの「2」はちょっと低めじゃないとうん,なんかよくないというかで例はねまあ大体そんなに低くないんですけど微妙に低い感じ。 で地位はまあ高めですよねああいわゆる西音階から言うとですね。で「リーがねあのどっちかっていうと、あのー、ちょっと高めにいくんですけどこれあんまり下げちゃうとあのー、元々の良さというか勘、あのー、のこう火、あのー、とかねその辺が、あのー、ちょっと抑えて吹くっていうのがこのくらいでいいかなって感じなんです。それで 裏穴はやっぱりちょっと高めにした方があの上がりやすいですね。とまあこんな感じなんです。まあ、ついでにあのちょっと区半割法について、えー、もう一回こう、えー、と出しておきます。こういう風うになっております。えー、ま54.54、あ54。これはあのこれが8寸1尺8寸の長さですね。 それを9.5で割るとそれで半割,、ね、割りますと5.74と。でこれが A としまして1項はその A×2 の1これがあのまあ先ほど出したあのねあ,のあれで11.5。であとまあ +2A+A+A といって。 で裏穴ですね五項は、えー、A の半分ですねだから0.5を足すとまあこういうふうになっております。これ今8寸なんですけどまあ大体この間作った感じであの二尺五寸の時もこの計算で大体い,い,いくんですねあの。そんなに変じゃないというかちゃんと合います。 それで項項八寸の場合の先ほどのこれですねあの1項2項、えー、4項5項を補正するんですけどうん長いものになったら少し多めにするとだからこれがあのプラス0.3とかですねあの、えー、っと1一をプラス0.3にするとか。 えー、2項をプラス0.2にするとかですねまあこれ,これちょっと0.2を0.3にするとかまあこういうふうにちょっと工夫するとまあ大体うまくいきますね。という感じでしょうか、えー、参考になさってください。